今回はだからそういった意味では人じゃないのでそこもちょっと難しかったかな人間ってそこが俺は忘れていく生き物だから楽しく生きていけるんじゃないかな僕の人生に一番必要な存在にはなってますけどねうん僕らいつも顔と 声とまあ動きでねお芝居してるから声だけっていうのがねなかなかやっぱり何度やっても難しいっていうかうん大丈夫なのかなって自分でだから判断がよくわかんないです声の時は今回は多分英語の声を聞きながら「こんなニュアンスか」とかまあ相手の声も日本語の音が入ってたり入ってなかったりするんで。 そういう難しさもやっぱりありますよね全部が揃ってから自分が入れれるわけじゃないのでやっぱりある程度はこう自分の中で何か作り込んでとか一人である意味ちょっと作っていかないといけない瞬間もあったのでキティに関しては入ってなかったから声があのワンコもも入っってななかったかたしれないだからもうそういう意味ではもう相手っていうよりも一人だったかな。 なんか僕例えばなんかゲームの自分の顔したキャラクターとかも声やってたことあるしもちろんその動いてるる人の声もややっったことあるんけどそれぞれぞぱり違うんですよ普通にお芝居するんだとそんな抑揚をつけて喋らないんだけどやっぱりこういうもの声だけだと抑揚をつけないとなんか棒読みに聞こえたりするのでただそれもものによってなんですよね。今回はだからそういった意味だ ででは人じゃなないのでそこもちょっっと難しかったかただから割とこ,うこんなビジュアルだけど声は低くっていう,う注文もあったから、まあ、確かに本国の聴くとねかなりこう渋い感じなのでなんかすごい誇り高いねなんかこうかっこいい愛すべきキャラですけど今回はねそれをグッと掘り下げてるっていうか。 人間に置き換えたら話にもそういうふうにもなるだろうし要するにその自分はこう英雄だったけど例えばじゃあ俳優ですごいこうお仕事たくさんあったけどなんかなくなってきてみたいなっていうふうにもこう置き換えられるし非常にシンプルだけど共感というかまあ見てて本当に普通に楽しめたかな,なんかこのプスというキャラクターを。 いやまあ、そうですね、まあ、友情というか、まあ、愛情は大切ですよねその別に友達とか限らずなんか愛情はどうでもいいけど友情だけはっていう人いないじゃないですか、うん、やっぱりそれ,それはもう情っていうものだから対相手がな誰であれっていうことで言えばまあそうですね結構お友達も。 大切にはしますよねでもまあみんなね友達は大切にしてるだろうしでもねなんかこうプスみたいに一人の時間も大切にする瞬間もねそれぞれあるから、うん、それはまあ時その時々かなとは思いますけどいやいやいや女性の方がそれはもう,あのもう何倍も強いと思いますよそりゃ。うんだから ななんだろうなもちろん今ねそ女性が強いみたいな描かれ方するものもあるけど昔からそれは強いからある意味持ちつ持たれつなまあ生物人間なんだなと思いますけどね男にとっての女性とか、まあ、今回はねあのキティもどっちかというとこう果敢に攻めていく感じですけどゴリディもそうですけどでもなんかね最終的にはみんな求めるものは なんかすごく近いような気はしますよね、うん、男女問わずうん、うん、まあもちろんまあねもち一人ずっと一人の方もいるからねそのパートナーって一言ではなんか言えないけどやっぱりいる方が僕はいろいろなんか見えるものも変わってきたし 一人でいる時よりやっぱり見る方向も変わったしまあそれいい悪いはまあね人それぞれなんだろうけどまあパートナーもねなんかこう一概に絶対いいとはちょっと僕も言い切れないとは思うんですよなんかやっぱりずっと一緒にいれない人たちもいるし僕にとってのパートナーは今のところもう,もう僕の人生にと一番というかもう必要な。 存在にはなってますけどね、うん、見,見させたいけどちょっとねこれウルフとかが怖いからどうかなと思ってるんですけど結構もう大丈夫かなでもなんかあの1時間半とか1時間40分が下の子までちょっと集中力どうかなっていう感じではあるけどでも見せたいですよね。ただだなんかかパパの声だってわかる ちょっとなんか逆にいろんな僕こういうの最近もやってて見せたらなんか意外とはまらないんですよねなんか <laughs> そうなんかパパだからって言ってちょっとなんかこう照れくさいのか,なんかパパの声じゃんみたいなだからまあそこちょっと黙って見せようかなと思ってますけど すご,いすごい難しい質問ですね。9つみんな9つあるんだったら9つ欲しいけど、うん、みんな1個だから1個でいいかな。うん、だってなんかまあ寿命で、ね、死んだら周りの人たちもみんないないからまた一から構築して、ね、年取った自分がこう年取ってないのか分かんないけどまた一からやると思うとちょっと、うん、俺はいらないかな。 でもね、なんかねよくね生死をさまよって一回死んだのに復活したみたいな人いるじゃないですかそうするとやっぱ次のこの与えられた命を大切にする二、まあ、つ目の命ですよねっていう人は実際いるからもう一回与えられた命は大切に生きようってみんなしてますよねそういうのを見るとでも一回そういう経験して死んでたはずなのにってなったらそこはもうきれいに見えるだろうし ただだままあ喉元すぎればだと思いますよ人間ってそこが俺はいいと思うけど、うん、なんかそんなありがたみを毎日毎日全てのものに感じすぎるとやっぱ耐えられないからやっぱり忘れていく生き物だから、うん、それでいいと思うしだからなんか楽しくまあ生きていけるんじゃないかなと思うかな、まあ、あんまり僕は。 もちろん感謝することはするけどそんなになんか丁寧に丁寧に生きようとはあんまり思ってないかもしれないですね、そう考えると。うんね、いやー、ここのちょっとしんどいですよね、なんかしてますなんとかボタンつってこのボタンを押したら100万円あげるって言われてでこう押すと2億年だかどっかの真っ暗なところに飛ばされて2億年生きなきゃいけなくて。 2億年だったらそこの瞬間に戻ってくるんだけど記憶が全部消えるから押し,て押したらもう100万円もらうっていうその現世では思うけど結局はその2億年他のところで過ごしてると思うとそのボタンを押したいですかっていう感じとちょっと似てる9つの命なんかもう一回生きなきゃいけないのかみたいなね、うん、じゃあ1つでいいですはい。